はい、今回の動画は Excel の関数や数式入力の基本の後編の2ということで Excel で関数や数式を入力をしていくにあたってですね非常に大事なです、ね、相対参照と絶対参照の違いについて解説をしてみたいと思います。 で Excel で関数や数式を入力をする場合というのはですね、数値が入っているセルをですね、参照してですね、その関数や数式を作っていくというのがね、一番基本的な使い方になりますけどもこのセルを参照するときにです、ね、Excel では相対参照という参照形式と絶対参照という参照形式のこの2つがあります。 でこの2つをですね使い分けることができないと関数や数式の入力のですね特にコピーをするときにです、ね、非常に使いづらいものになってしまいますんでこのでいいをすすね解説をしてみたいと思いますそれではまずは相対参照の方なんですけども相対参照というのはですねセルの位置を相対的に参照する形式で数式とかね関数をですね入力をしてそれをコピーしたときにです、ね、セルの参照というのが自動的に調整されるものになります。 これは実際にやってみた方が分かりやすいと思いますんで、じゃあ今回この表を使ってやってみたいと思うんですけども、週の勤務時間の計算表ということでですね、じゃあまずは相対参照を使ってですね、この G 列のところにですね、このそれぞれ入ってるこの勤務時間の合計をですね、下までま、今回で言うと G の6から G の15まで出してみたいと思います。それではまずは G の6のセルを選択をして、こういう合計を出したいときは SUM 関数を使いますんでね、ホームタブの中にあるオート SUM というところをクリックします。 はいで次に範囲の指定ですけど今回で言うと B の6のところから F の6のところまでをね範囲指定してエンターで確定をします、はい、そうすると26時間ということでこの B の6から F の6のところの数値の合計を出すことができましたで続けてこの G の15のところまでの合計を出したいといった場合はですね一番上の G の6のねセルを選択をした状態で右下のところにねマウスのポインターを持っていってもらって下までドラッグをします はい、そうするとこれが相対参照というものになるんですけども自分でね入力した一番上のねこの G の6のセルのところはですねこのサム関数を使って B の6から F の6のですね合計を出してるんですけども下にコピーした時にこの B の 6F の6っていうこの範囲がそのままコピーされるんではなくて相対的に動きますんでこのね例えばじゃこの G の7のセルのところでいうと B の7から F の7のね合計が出されていてその下は B の 8F の8とでその下は B の 9F の9という形で,で 下にコピーした場合はですね下にね相対的にですね範囲もずれていくとこれがですね相対参照というものになります、はい、では次に絶対参照なんですけども絶対参照というのは特定の位置にあるセルを必ず参照するというものになるので今ねやってみたいにね数式とか関数をコピーをした時にですねセルの参照が固定されたままになるというのが絶対参照になります じゃあ、試しに例としてやってみたいと思うんですけども、じゃあ、今回はこの H 列のところにですね、先ほど出したこの勤務時間に対して、このね B の3のセルのところに入ってるですね、この時給ですね、これをかけて給与を計算をしてみたいと思います。では、まずは一番上の H の6のところですね、こちらはね、自分で数式を入力をしますんで、まずは半角でイコールを入れてもらってですね、この G の6のセルですね、勤務時間のところをね、選択をして、かけるはアスタリスクになりますんで、アスタリスクを入れます。 で次に時給はですね、今回 B の3のセルのところに入ってますんで、この B の3のセルを選択をして、まあ、これでですね、この H の6のねところの給与は出すことができますんで、これでエンターで確定をします。はい、そうするとですね、この勤務時間にこの時給の1200円をかけてですね、この給与の計算をすることができました。 では続けてこの下のところなんですけども先ほどこの字列でやったようにですね一個一個ね数式を入力をするのは面倒なのでコピーでやろうといった場合にですね今ねこれは相対参照の状態になってるんですけどもじゃあこのままね一旦ちょっとコピーをしてみます。はい、そうするとこういった形でですね、相対参照でですねこの参照しているセルが調整されてしまうのでこの下のところですねもういきなりねこの h の7のセルのところっていうのは0でおかしなね数値が入ってるのがわかると思います。 これがどうして起こるのかというのはですね数式を見れば分かりますけれども一番上のところはねこの G の6かけるこの B の3でいいんですけどもこれはね特にね固定をしてなくて相対参照の状態になっているんで下にねコピーをするとですね G の 7× かけここの G の7はねいいんですけどもここの上のところですね B の4になってますよねまあ下に調整されてしまうんで B の4のセルがですね選択をされてしまうので0かけるこの17.5で0という形でですねこの数値がおかしくなるということですね。 なので今回のこの数式の場合ですね下にコピーをした時にですねこの b の3ですね時給が入ってるセルを動かないように固定をしないといけませんこういった時にですね絶対参照を使うとですねこの b の3のセルというのを固定したままですね下にコピーをすることができるのでそのやり方はですねご紹介をしたいと思いますではちょっと一旦分かりやすく全部ね数式の方は削除してもう一度ねこの h の6のところにですね今度は絶対参照を使って数式を入れてみたいと思います それではまずは半角でイコールを入れてですね G の6のセルですねこの勤務時間が入っているセルを選択をしますで、この G の6のセルに関しては下にコピーしたときにですね G の7 G の8と動いてもらいたいのでこれはこのままにしておいてアスタリスクでかけるを入れてで、この B の3のセル時給のセルを選択をします でこの B の3のセルに関しては下にコピーをした時に動かないように固定をしたいのでここでね絶対参照を使うんですけどもこの B の3のセルを固定したい時はですねキーボードの F4 キーですねこちらを押してくださいはいそうするとこの数式のねこの B の3のところにねこうドルマークみたいなのが入ったと思うんですけどもこれでですね B の3のセルが固定された絶対参照の状態になりますんでこれで Enter キーで確定をします この状態でね、じゃあ下までコピーをね、もう一度してみましょうかね、下までコピーをします。はいそうすると今度は B の3のセルが固定されたね、絶対参照の状態になってるんで、この下のところをコピーをしてもですね、ここのね、数式のところ見てもらうと分かると思うんですけど、G の7かける b の3と、その下のところも G の8かける b の3ということで、この B の3のセルがですね、固定された状態になるので、この状態でコピーをすることができるということですね。 なのでこの相対参照と絶対参照の違いをですね知らないとですねこういった場合に数式をですね一個一個入れていかないといけなくなりますんでそれだとね非常に面倒なことになってしまいますんでね是非ねこの基本としてですねこの相対参照と絶対参照の違いですねこれはねしっかりと覚えてもらえればと思います。はいでは最後にこれはちょっと補足になりますけども今回ねこの H 列のところですねこちらの数式のところはですね B の3のセルをね絶対参照で固定をしました。 で Excel では今回みたいにですね、この B の3のセルをですね、完全に固定するという絶対参照というですね、参照の形式とはまたね、少し別でですね、相対参照と絶対参照を組み合わせてね、行う複合参照というね、使い方をすることもできます。 でどういったことかというと今回この数式バーのところ見てもらうとねこの B の3のセルのところここがですね B の左側にも3の左側にもねこのドラマークみたいなマークがついてこれは両方ともですね B 列も3行目も両方とも固定するっていうね絶対参照になります。でこの状態で F4 キーをですねもう一度押してもらうとこういった形でですね B の左側にあったマークが消えて3の左側のねマークだけがついてる状態になります。 これがいわゆる複合参照というやつになるんですけどもこの状態にするとですね B 列は固定せずにですね3行目だけを固定するっていう参照形式になってでもう一度 F4 キーを押すと今度はですね B の左側にマークがついて3の左側のマークが消えたと思うんですけどもこの状態にすると B 列だけを固定して3行目だけを固定しないというですね参照形式にすることができます。 なのでこので、こ複合参照まで覚えてもらうとですね非常にね使い勝手が良くなっていくんですけども特にねこれからエクセル覚えていくっていう方の場合ねもしかすると少しね最初難しく感じるかもしれませんのでその場合はねまずはねその最初にご紹介した絶対参照ですねこのセルを完全に固定するっていうやり方をねしっかりと覚えてもらって少しね余裕が出てきたらですねこの複合参照の方もですね覚えて使っていってもらえるといいんじゃないかなと思います。 はい、といったことで今回の動画は Excel の関数や数式入力の基本ということで全部で4本の動画に分けてですねこの一番基本的な部分をご紹介してきましたけども基本とはいってもですね Excel で関数や数式を使っていくにあたって非常に大事な部分になりますんで特にねこれから Excel をですねしっかり覚えていきたいといった方はですねこの4本の動画をですねしっかりと見て覚えてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。